パロラ戦車博物館は、フィンランドの戦車博物館である。正式名称は、パンザリムセオであり、パロラはあくまでも、所在地である。パローラと呼ばれることもあるが、現地の表現によると正確ではない。フィンランドで最大の収蔵数を誇る戦車博物館であり、高射砲や対戦車砲を除く、冬戦争から現在までに、フィンランド国防軍が用いた現代兵器のほとんどが、 収められている。BT-42 や T-50 など、減損数の少ない車両も存在し、一部の家宝も展示品目になっている。また現役である、レオパルトニなども展示されている。冬戦争や、継続戦争当時の兵舎や、公社法人地なども再現されているほか、残豪を利用したカフェなども存在する。退役軍人が、 中心のボランティア団体パンスリキルタが運営をしており、入場料金は約5ユーロ。車両の多くは野外展示になっているが、屋内展示も存在し、屋内展示ホール2つと野外展示1つの3セクションで構成されている。基本的に5月から10月あたりの昼間のみが一般公開で、それ以外のオフシーズンと6月25日は休館。 フィンランド陸軍の演習地が隣接している。一部の展示品は、野ざらしのため劣化が進んでいたが、クラウドファンディングにより調達した資金で、屋根が設置された。すべてが公開されているわけではない。戦車、T-72BT-42、スリー号突撃砲 BA-10 次走法、走行車両化砲。ありがとうございます。